よこです。皆さんこんにちは。伊予鉄道の市内電車県庁前電停から徒歩5分の場所にある二の丸史跡庭園。ここは2013年10月に恋人の聖地として選定され、結婚式の前撮りの場所としても人気があるんですよ。いつか伊予子も王子様と。あと季節によって園内の景色が異なるので、ゆったりとお楽しみいただけます。ちなみに園内にはいろいろな柑橘類があって、食べ頃になると入園された方に無料で召し上がっていただけるんです。よっしゃー、あ、いけない、伊予子素が出ちゃった。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。